12月16日土曜日、新番町小学校で2番町ふれあい餅つき大会が行われました。これは年の瀬の風物詩である餅つきを通じて住民同士の交流を深めてもらおうと、2番町コミュニティ協議会が平成20年から行っている恒例行事。今年は家族連れらおよそ450人の地域住民が会場を訪れました。子どもたちは変わる変わるよいしょよいしょの掛け声に合わせて力いっぱいに杵を振り下ろして、約1時間かけて6升ものもち米をつきました。つきたてのもちはコミュニティセンターの職員がその場で丸めて配り、参加者はそのまま食べたりぜんざいに入れて食べるなど美味しそうに頬張っていました。このほか子どもの健やかな成長を祈る祝い事、誕生祝い餅も行われました。これは1歳から3歳までの子どもが1升の餅を背負って30メートル先のゴールを目指して歩いていき、見事にゴールし大きな拍手で迎えられると、子どもたちは思わず大きな笑みを浮かべていました。すごく楽しかったです。とてもお餅が美味しかったので、また来年も餅つき大会に来たいです。ちょっとねお天気が心配されたんですけれども、たくさんの方に来ていただいてとても良かったなと思っております。はい、参加されている方が本当に1歳からそれから本当に90何歳のおばあちゃんまで来てくださるので、地域の交流ということが一番の目的でだったかなと思っております。はい、まさしく今日はしっかりと交流ができたかなと。それと地域の支えているボランティアの団体の人たちの絆がしっかりと深められたということが、成果という感じはいたします。はい、子どもから大人まで多くの人が参加して盛り上がりを見せたふれあい餅つき大会。訪れた人々は今年1年を振り返りながら年の瀬の行事を存分に楽しんでいるようでした。